工具。工具とは、工作に用いる道具である。機械加工に用いるもの、電気工事に用いるもの、大工仕事に用いるものなど様々な用途の工具がある。工作機械の刃も、工具と呼ばれる。本項目では、手動工具、ハンドツール、電動工具、空圧工具、油圧工具、計測具、大工道具、切削、検索、 研磨工具等に分類されるものについて述べる。工具は人類は人類たるシンボルと言える。なぜなら、工具は人類を他のすべての動物から分離したからである。一部の動物は食物を集めるために道具を使う。しかし、動物の場合、一旦使用すれば、それを捨ててしまう。一方、人間は工具を使用することで終わらず、その工具をより使いやすくするか。 もしくはよりよく仕事をすることができるよう改善しようする。言い換えると工具には人の思考が加えられている。工具に人の思考が加えられていることは各国にある工具の特許記録を見れば明らかである。ほとんどの国の特許庁には多くの工具の特許が登録されている。現在に至るまで本体がどのように動くかということを追求し工具の形は 進化し続けている。工具デザイナーは、ユーザーがより快適に使えるように、より良く手に合うように、工具作りに取り組んでいる。あるいは、以前とは異なる方法で働く工具についても、考えている。例えば新しいオープンエンドレンチは、一方向に動かすときナットやボルトの角をつかむが、反対方向に動かすとスパナは空回りする。このスパナは、技術者がより早い時間で、 ナットやボルトを取り外すために必要である。当然のことながら、工具はそれぞれが必要になったので、各工具が開発されたということである。この例は、火バみの開発に見ることができる。最初、人々が暑い日の中から何か、例えば岩を取り出す必要があった時、彼らはおそらく一組の棒を使ったであろう。そして、ある日誰かが、 棒の中心点が鶴で縛られていれば岩を掴むことがより簡単であると考えた。この人がしたことはプライヤーを発明したということである。以降人類はずっとこのプライヤーを改善し続けているということである。最初にスパナが作られた時どの同じサイズのナットにも合う工具ではなかった。それはおののの工具は特定のカジヤによって生産され、 その鍛冶屋のナットやボルトに合わせられていた。生産者は地元の鍛冶屋であり、彼のネジ回しは彼が製造したネジに合い、彼のスパナは彼が製造したナット、またはボルトに飲み合っていた。ある町の鍛冶屋は、締め金具を決まった一サイズとし、また別の鍛冶屋は異なるサイズとした。こうなると、各地を移動する便利屋などは、ある締め金具をある町で使用するが、 次の街では異なるサイズの締め金具を使わなければならなくなる。この問題を解決するため、口幅の調節可能なオープンエンドレンチの開発が必要となった。また、何世紀もの間、溝付きネジ回し、マイナスドライバーを唯一のネジ回しとして製造することになった。産業革命時、メーカーは締め金具や工具の生産をより簡単にした。 国の一部で製造される、しめ金具が国内の他の地区で製造されるコールにも合うためには、サイズの標準化が必要であった。サイズ標準化は様々なコールに及んだ。この標準化は大量生産につながり、生産単位量が大きくなりコストは引き下げられた。大量産生は価格を下げ、品質の向上にもつながった。これにより、現代においては、 工具は珍しくて高価なものでなく安価ですぐに手に入るものになった。すなわち工具はプロの職人に限らず家庭で一般の人も利用できるようになった。誰もが家の周りで作業や修理をすることができ家を建設することさえできた。工具の発展の経緯を逆説的に遡れば工具は迅速かつ容易に何かをしたいという人類の願望の現れであるとも言える。 人が何かを発明するのは、結果的にはその仕事に割く時間を節約するのが、的だった。例えば、大砲を発砲するために必要だった、参照表を書くために必要な計算をしている時間を節約するために、コンピュータが発明された、という具合にである。今日、店で一般的に買うことができる工具は、一世代前には、 専門的に使用されていたような工具の使用を多分に受け継いでいる。他方で一昔前には夢にも思わなかったような工具が新たに生まれ使用されてもいる。第二次大戦以降、工業の時代の終わりと情報化社会の始まりが唱えられ、ともするとそれは機材を修理、製作する必要がないかのように聞こえる。確かに現在のシステムエンジニアの知識は、 旧来の職人のそれとは異なる。しかし、現代社会においても、情報を送受信するための機材を修理するには、今までの技術と同じくケースを開けて、構成するパーツを取り除いたり、取り付けたりするため、工具を使う人の能力は重要である。自動車の分野においては、近代的な自動車生産が開始された当初から、自動車エンジニアが車を修理するために必要な、 知識は膨大であったが、オートマチック車、さらには、インテリジェントカーなどが普及している今日においても、工具の必要性は相変わらず重要である。むしろ、自動車製造者が、ボンネットの下により多くの機構を詰め込むので、技術者が使用する工具の多様性と、数はさらに増えている。世の中には膨大な種類の工具が存在し、それらを明確に区分する分類は存在しない。 種類の膨大さも、相まって、工具を使用する業界、自動車、機械、配管などによっても分け方が異なる場合もり、一義的に分類することは、不可能である。材質も多岐にわたるが、十分な強度が必要なので金属が主体となり、中でも、機械構造用工もしくは工具工が対応される、傾向にある。本項では、使用形態や使用されるジャンル、 取引形態などから分類し、次に示す。手を原動力とした工具である。ハンドツール。作業工具とも呼ぶ。手動工具には、実機格商品が多いが、予備寸法と実際の商品の全長寸法が異なったり、許容交差が他の実機格に比べて大きくなっている。例えばペンチ予備寸法七十五は、全長八十五プラスマイナス四ミリメートル。 これは、規格制定の時に、メーカーの立場が強く反映されたため、先行していた各社の商品が、規格の範囲に合格するように制定されたことによる。また、機械の輸入時に付属工具として入ってきたものを、国産化した工具が多く、基本が、インチ寸法となっており、それを、ミリメートル換算の寸法としたことにもよる。品名についても、輸入品名を曖昧に受け継いだり、 間違えて呼んだものが一般化して、実規格の品名となっているものもある。例えばピンチ、ハサムがペンチ。色も同じく海外品を真似て、ペンチは黒染め、プライヤーはメッキ、パイプレンチボルトカッターは赤色が主流となったのである。機械工場と自動車関係のユーザーの違いにより、スパナは黒染め品とメッキ仕上げ品がある。手工具と同様の働きを、電気、 圧縮空気などを動力として行う工具。空圧工具ではコンプレッサーを、油圧工具は油圧ポンプを電動モーターで動かしていることが多いが、これら動力源は電動工具とは呼ばれない。ある特定の部位、箇所、目的にのみ使用され、一般に使われることの少ない工具。例えば、自動車の特定の部品の脱着のみに使用される工具、などが挙げられる。 裏技的に汎用的な使用法も可能なものもある。大きさ、長さ、トルクなどを計測するための道具。ほとんどが手で扱うことが可能だが、主に大工仕事に用いるものをここに示す。ホームセンターなどでも、戦術の工具とは別に陳列されることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。